呉地方隊は海上自衛隊の地方隊の一つ。主要部隊は広島県呉市にある呉基地幸い地区に配備されている。1954年7月1日、海上自衛隊の発足に伴い5番目の地方隊として誕生した。呉地方隊の発足が他の地方隊から遅れた理由としては、呉基地自体が対戦中に嫌いで封鎖されたこと、 作戦海面への進出に長時間かかることなどから、基地は外洋への進出が容易な再帰、少もあるいは大阪、神戸付近にすべきとの議論があったためである。しかし適当な大体地がなかったことから最終的に、呉に地方帯が置かれることとなった。警備区域は、東京都、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、 徳島県、香川県、愛媛県、高知県、大分県及び、宮崎県の区域並びに、三重県と和歌山県の境界線が海岸線と交わる、点から170度に引いた線及び、宇部市と山口市の境界線が海岸線と交わる、点と福岡県と大分県の境界線が、海岸線と交わる点とを結んだ線と宮崎県と、 鹿児島県の境界線が海岸線と交わる点から170度に引いた線との間にある東京都、大阪府及びこれらの県の沿岸海域。主な任務は担当警備区域内の警備及び災害派遣、自衛艦隊等の正面部隊に対する広報支援、嫌い、爆発性危険物の除去及び処理、民生協力等である。近年では随時、 艦艇公開が実施されており、護衛艦や輸送艦や補給艦などを見学することができる。その際、停泊している潜水艦にも近寄れる。平成26年5月時点、なお、呉基地に所在する第一輸送隊は総海大軍の励下部隊であり、呉地方隊の励下ではない。ありがとうございます。